はい、こんにちは。えー、てっちゃんはジャーナリスト。えー、相撲界ね、みんなね、引退したい、引退すべき人もいっぱいいるんです。どうなんせね、年寄り株の数がない。全部で105。今、秋は2つって言われてますね。でね、これね、70歳までの再雇用制度ができたために、あのね、 まあ、例えば今後10年間ね、この、空き状況どうなのかと。再雇用の70歳まで勤めると仮定したら、年寄り株の空きはほとんどないんですね。2026年、2席。2027年、5席。2028が2。2029が2。2030年にね、 えー、二所の関伊勢ヶ浜、高砂ででで、えー、全部で4つくんですよところが2031年には1つ非常に狭き門でねこれね結局ねあの再雇用制度が良かったのか悪かったのかこれねいんあの5年間伸びたわけでしょ再雇用でということはね力士生命も5年間、えー、長くならないと。 あ会わなくなくるんですよその5年間でいなくなる人が出てくるわけでこれねある意味この制度を入れたことでこうなることは予測されてたはずなんですよねおそらくでそうすると、えー、65歳までの結局親方の数を減らすことになるわけですよね,でね結局この えー、制度ができてから横綱大勢横綱大関であってもあるいは人気があっても十分取得の資格は満たしていても親方株が手に入らないまあ、これが結局足枷になってて、えー、今ねだから一番テルノ富士若いけど貴景勝ねちょっとね厳しいですね まあ、小結びを1回でもやったらとかね関取だと20場所重量優だと30場所っていうあれがありますけどねだから1回でもね小結び以上になればね、あのー、まあ資格はできるんでしょうけどなんせ残ることができないこれはね相撲協会の僕は陰謀だと思いますね。